What's up, Fishboy です。ということで、BE:FIRST の Bye-Good-Bye 見てまいりましょう。どんな、曲になっているのか、ちょっと、リアクションをね、せっかくなんで見てみたいと思います。どんな BE:FIRST が見れるんでしょうか、私はもう楽しみでしょうがないです。はい。では、ちょっと見ましょうかね。音量うおー、あ、結構なんかファンクみたいなノリですね。今回しっかり、うわー、そうたくんのダンスが今回もちょっと注目ですね。うわー、歌声いいなあ。なんかポップっぽい曲、ポップっぽいその振り付け。うわー、なんかハッピーなのにちょっと切ないような。あ、いい声。これもおー、いいクイックですね。スイッと。うわー、なんか表情めちゃくちゃ豊かになりましたね。うわー、いい表情がなんかいいぞ。あー、この振り付けいいですね。輪っかで見せてましたね。ああ、悲しみともハイファイブって言ってましたね。悲しみともハイタッチってこと？そうね。なんかこの踊りをこう呼吸するように踊りしますね。お？なんか。何かっこいい。あ、そうたくんありがとう。やっぱいい声。なんか拳が入ってますね。あ、後ろのね、ノリもいいよ。うわー、今のよく揃えましたね、フィーリングね。あー、うわー、ここね、さっきと逆だ。さっき外側だったけど、あ、レオ君余裕を感じますね。終わった。一瞬で終わった。いや、なんか、あー、へえ、船出ってことですかね。はい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 、ありがとうございます。ねえ、いやー、第一印象は表情ですかね。ものすごい表現力アップしてません？なんか、顔？うん。なんかね、やっぱそれも表現の一つだと思うんですよね。なんかそこがものすごい豊かになったなーっていう。全員そこすごくないですか？なんかね。これちょっともう一回見てみたいんですけど、せっかくなんでちょっと詳細ね。はい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 。振り付けがね、クイックスタイルだ。クイックスタイルって、まあ、クイッククルーってね、っていう名前で有名かもしれませんね。ノルウェーの3人組ですよね。ノルウェーの振り付け師に頼んでるんですね。いや、なんか振り付けでね、多分ね、日本語っていうよりは、日本語のその歌詞とものすごい合わせてくるっていう印象ではなかったんですよ。だからね、多分、まあ、ノルウェー訳、この日本語の歌詞のノルウェー訳を見て、なんとなく雰囲気と、あとは音ですよね。音のこのフローというかね、この抑揚だったりとか滑舌みたいな部分っていうのをしっかり捉えてるんですよね。だから日本人がね、英語わかんない日本の人がそのしっかり音にフォーカスして踊るのと一緒で、歌詞の意味がわかんない分、そこら辺の音にフォーカスして踊るっていうね、それが逆にウケるみたいなことあるんですけど、なんかね、今回の振り付けはなんかそういう感じだなって思いました。でリリックはね、スカイハイさんだ。歌詞もね、すごい好きなんですよね。あと少し、ほんのちょっとこの手伸ばせば届きそうな意味が広がる。ここ多分あれなんでしょうね。意味があるんでしょうね。だけどきっと、バイバイだけじゃ終わんない。夢を超えて会おうよ。精一杯のバイバイ。君は止まんない。さよならはスタートだよ。なんかここの段落、すごい意味持ってそうですよね。喜びと抱き合いたい。悲しみともハイファイブ。悲しみともハイタッチするから、要はなんかその、直面するちょっと悲しいことに対してポジティブにね、行こうよっていうような。涙ごとオールマイライフ。この涙も、その人生の通過点というか、糧になるんだよみたいなことですかね。なんかこの、ちょっと悲しい出来事をポジティブに捉えていくのと、これが、この人生、とかね、そういうことですかね。人と一緒にいるとね、ずっと変わんないままでいてほしい、友達は変わんないままでいてほしいみたいなことありますけど、それぞれね、人生があって、それぞれが追いかける夢があって、僕の道はこっちだから、君の道はこっちだね、ネガティブな別れじゃなくてですね、僕はこっちの夢に突き進むんだ、君の夢を突き進んでくれみたいなね、そういう意味合いなんでしょうか。でお互い活躍したりとか、お互い成功したら、またその時は笑顔で会おうよと、ね、会えるよっていうね、これはさよならじゃない、この先道がまたどこかで交差するかもしれない、そこを願ってみたいなね、そういう意味合いなのかな。だからお互い頑張ろうねっていう、この一言で済ましちゃうとね、ちょっと軽いですけど、そういう意味合いも含まれてるのかなと思いますね。それに対してね、こう結構「ドゥンタ」っていうね、結構軽快なリズムと。声も素敵ですね。これね、Fishboyダンスチャンネルなので、ちょっとダンスにね、フォーカスして、もう一回見ていきましょうね。いいね。もうすぐや、初めて足ね、この腕に対してこう体を合わせる感じね。ちょっと待って、今やってたね、ソータさんやってましたね。これリフトってね、膝上げるとこでバーンってポップ入れてましたね。ボンパン入れてますね。面白い。いいね。何ためらってんのって、何ためらってんのって、ラッテンのって、この音ね、クイッククルーとかクイックスタイルの人たちは、ラッテンのってのこの感じ。ちゃんと捉えてますね。一回ちょっと見てほしいな。ラッテンのって。これ。大好き。ここ大好き。めちゃくちゃこう。しっかり撮ってますね。オライゾンバナスか。どういう意味なんだろう。ここね、うんちゃつっちゃつんちゃみたいなね、ちょっと軽快な感じ。なんて言うんだろうな、思いきり力入れる感じじゃなくて、この音楽の緩やかさに合ってる感じ。素敵だよね。この涼希さんのね、このラップが終わってちょっと低くなる部分でちゃんとなんだろう、ズグズグしてね、低さを表現しつつ、その低さ、高低差でちゃんとソータさんを引き立たせるっていうね。せーのだ。ああ、いいね。それに合わせてさ、それに合わせてソータさんこうやって指でやってっから。いくよ。せーの。指やってんね。ありがとう、イエー、きた。くびれをして。うわー、このからのスーね、気持ちいいね、質感が。くるよ。なんかこうフローと止めるこのなんだろう連続が素敵ね。見てて気持ちいいんだよな。ここね、なんか不思議、なんか包み込むような歌声ですね。なんかそれぞれの踊り方と歌い方が、あと表情が確立されている気がしますね。なんかこの期間だいぶ変わったんじゃないですか。なんかすごい、ちょっと別人ですかってぐらい、なんか変わった。ほんと表現力だと思いますね。うん。あと自信が出てきたんじゃないかなって思いました、皆さんにね。うん、いい意味で力も抜けたし、いい意味で楽しんでるイメージ出てきましたね。なんかすごいこう余裕さと自信と表現力を感じる、そんな今作でございましたね。早くダンスプラクティス出てほしいね。うん、もっと詳しく見たいな。ねえ、もっと詳しく見たいです、ダンス。あと歌詞素敵ね。男女間っていうよりは、まあいろんなところでね、そういうお別れってありますよね。お別れっていうかね、僕こっち行きますって言って、今のこの環境をちょっとお出かけして、僕ちょっと夢に向かって、ちょっと僕外出ますっていう時ね、あるよね。多分挑戦する誰しもが経験するようなこの感情ね。何かに挑戦して、今のコミュニティだったりとかね、今の何か組織だったりとか、それを抜けてちょっと自分の夢に向かって頑張っていこうっていうね、人の寂しさだったり、その絶妙な感情をうまく描いてるからね。これ響いてる人はなんか今からチャレンジしようっていう人だったりとかね、なんかチャレンジしたいっていう人なんじゃないかな。最高でした。この曲好き。この曲いいですね。はい。ぜひダンスプラクティス見てみたいなと思います。ね、ぜひこれ踊ってみたいですし、ね、そうたくんのこのバーンっていうね、ポップね、僕も真似してみたい。うん。はい。BE:FIRST、あっぱれでございます。ということで、ダンスプラクティスお待ちしております。ということで、フィッシュボーイでした。一緒に面白いねと思ってくれた方は、いいね、そしてチャンネル登録、そしてコメントお待ちしております。こんなことあるよ。ね、こんな人も取り上げてね。こんな情報あるよみたいなことあったら、どんどんください。全部見てます。ということで、お願いします。フィッシュボーイでした。ダンスのある生活をしていきましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。